ASUS から全フォン9が発売されました。発売日は2022年11月4日で、価格 .com の満足度評価は驚異の4.61。現在 OCN で MNP 契約なら77,799円。メルカリでは新古品で85,000円程度で購入可能です。ついに ASUS の逆襲が始まったのか。現時点で Android のコンパクトハイエンドでは ASUS 一択です。こんにちは、ジョージです。今日はハイエンドかつ手に収まりのいいコンパクトスマホをお探しの方、コンパクトハイエンド最有力候補の ASUS Zenfone 9を紹介します。ハイエンドならではのサクサクとした動きに加え、所有欲を満たしてくれるインパクトのあるデザインにも注目です。本日は外観や基本性能のチェックを行いますので、それでは開封から簡単なテストをやっていきたいと思います。それでは行きましょう。それでは早速開封していきます。まず外箱なんですけど、外観はこんな感じです。開封、本体は後で開封します。まずは同梱物から。 SIM ピン、ユーザーズガイド、純正のケース、 USB Type-C、 USB Type-C のケーブル、充電アダプター。同梱物は以上となります。フィルムを剥がしていきます。はい、こちらが ASUS Zenfone 9の外観です。今回購入したのは 128GB モデルのムーンライトホワイトを購入しました。ホワイトといっても薄いグレーだと思います。カラー展開は 128GB の方はミッドナイトブラック、ムーンライトホワイト、サンセットレッド、スターリーブルーの4色展開となっています。 256GB の方はミッドナイトブラックとムーンライトホワイトの2色展開となっています。まずはボタンの配置などをチェックしていきたいと思います。右側面にはボリュームキーと指紋認証兼電源ボタンが配置されています。底面には Type-C の USB ポートとスピーカーとマイクと SIM トレイが配置されています。左側面には何もありません。本体上部にはイヤホンジャックとマイクという配置になっています。カメラの出っ張りに関してはこんな感じです。二眼カメラの上のカメラの方が突起していることがわかります。SIM トレイを出していきます。SIM トレイはこんな感じ。 SIM1 と SIM2 のデュアル SIM に対応しています。この Zenfone 9は eSIM には対応していません。それと拡張のための SD カードも挿入できないので、デュアル SIM には対応していますが、拡張と eSIM には対応していないことに注意してください。前面のカメラは真ん中ではなく左上に配置されています。またディスプレイを下にして置いた時の持ちやすさについては、こんな感じで指紋認証と電源ボタンはちょっと僕の手だと下の方に位置しているかなという感じですが、特に問題はないと思います。付属の純正のケースも装着してみましょう。カラーはホワイトというよりは同じような薄いグレーの配色となっています。はい、装着してみました。こんな感じになります。悪くもないですし、良くもないかなという個人的な感想です。質感も軽くザラザラするような、滑りにくい仕様となっています。指紋も目立たないと思います。ただもうちょっとこの ASUS をアピールしてもいいんじゃないかなと個人的には思います。では初期設定していきます。
はい、初期設定が終わりました。まずはファーストタッチ。タッチスクリーンの反応はこんな感じです。プリインストールアプリについては、ASUS に関連するアプリは入っていますが、その他は Google に関するアプリだけなので、アプリ数は非常に少ないと思います。ディスプレイ起動が、今7割ぐらいなので最大にしてみます。はい、こんな感じです。まあ、背景が暗いのもあってそんなに目立ちませんが、非常にヌルヌルとしたような質感で、綺麗だと思います。ストレージ容量ですが、こちら 128GB モデルで、現在 25GB 使用されています。システム 22GB、アプリが 2.9GB という配分になっています。ホーム画面のレイアウトについては、グリッドサイズ 4×4、4×5、5×5、5×6 まで選べます。次に指紋認証の速度を検証していきたいと思います。せーの。まあこの背景のアニメーションが邪魔してるのか、そんなに速いっていう感じは個人的には感じませんでした。せーの。まあ、瞬時には開いてくれてるんですけど、この指紋認証がめちゃくちゃ早いかと言われると、そんな感覚は今のところはないです。あと、冒頭にも言いましたが、指紋認証センサーの位置が少し低いので、ちょっとこの状態だとやりづらいです。まあ、普通に持ちながらだとそんなこともないんでしょうけども、せーの。ちょっとでもやりづらいですね。画面サイズが 5.9 インチで非常にコンパクトな作りにはなっているんですけど、その部分が影響しているのか、指紋認証センサー、もともとサイドのこの指紋認証って反応しづらい個人的に印象があったんですけど、反応自体は問題ないんですけど、ただボタンとしては、成人男性の手ではちょっと押しにくいところがあるかなというふうに感じました。本体サイズのスペックについて紹介していきますが、幅が 68.1mm、高さが 146.5mm、厚みが、これ今ケースつけてますけど 9.1mm、重量が 169g となります。ケースつけている状態での重さも測っておきたいと思います。純正のこのケースをつけている状態だと 185g になります。バッテリー容量は 4300mAh となっています。はい、あと画面のリフレッシュレートなんですけども、現在デフォルトでは自動になっていますが、一旦 120Hz に設定した上で、Twitter を開けてみます。Twitter の見方はこんな感じです。非常にぬるぬるとした感じでスクロールできます。はい。あとベゼル幅なんですけど、そんなに幅が狭いということはなくて、上部もちょっと iPhone で慣れてしまうと、この上の上部のベゼル幅っていうところは気になるところなんですけど、Zenfone 9のベゼル幅はこんな感じです。
ASUS Zenfone 9の CPU なんですけども、CPU モデルこちらに QTI-SM8475 と書いてありますが、Qualcomm のスナップドラゴン8プラス Gen 1ということで、現在は Gen 2まで出ているということなんですけども、ANTS のベンチマークスコアに関しては100万点台と、十分すぎるスコア結果となっています。繰り返しにはありますが、メモリ 8GB のストレージが 128GB、 背面カメラは 12.6MP と 12.2MP の2眼カメラと、インカメラが 12.2MP となっています。最後に、顔認証の精度について軽く触れていきたいと思います。先ほど指紋認証の、位置があんまり良くないということで、指紋認証解除がしづらいというお話をしましたが、この Zenfone 9は顔認証もついてますので、指紋認証がめんどくさいのであれば顔認証でスムーズに解除できれば問題ないと思います。ではやっていきます。せーの、せーの。そうですね、指紋認証と違ってただ単にこの電源ボタンを押してスリープを解除した状態で顔を真正面に向けるだけなので、個人的にはこっちの方が断然楽です。もちろんマスクを着用してても解除できるということなのでやってみます。せーの、せーの。はい、マスクを着用していても解除速度はほぼ変わっていないので、この Zenfone 9っていうのは指紋認証よりも顔認証を使う方が便利だというふうに思います。はい、ということで本日は ASUS の Zenfone 9を紹介してきました。やっぱりさすがハイエンドということだけあって何もかもが違いましたね。ベンチマークスコアも桁違いですし、質感もかなりいい感じです。そして何より国内の SIM フリースマホ先駆けでもある ASUS が今回かなりの存在感を出してきたっていうことはすごく嬉しいです。Zenfone 2から触ってきた僕としてはかなり感動しています。そして今の市場ではどんどんスマホが巨大化していって、ている中でもうほとんどタブレットっていうのは需要がなくなっちゃってる感じなんですけど、僕個人としてはコンパクトスマホを欲していました。iPhone だったら13 mini とか SE とか、コンパクトスマホってあると思うんですけど、Android では現時点ではコンパクトハイエンドといえばもうこの Zenfone 9一択だと思います。そしてちゃんと2023年2月7日には最新の OS Android 13の配信もありましたので、まだまだ2023年輝きを保ったままこの Zenfone 9っていうのは注目するべき一台だと思います。ぜひ今回の動画を参考にしていただいて購入してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。この動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またガジェットと人生楽しむためのブログマガジンっていうのをやってますので、そちら概要欄に載せておきます。ぜひチェックしてみてください。ツイッターもフォローよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。